佐賀県唐津市で豚熱の感染が確認されてから今日で1週間です。殺処分が続く1万頭のうちおよそ8500頭まで作業は進んでいます。佐賀県では先月30日唐津市東山の養豚場で52年ぶりに豚熱の感染が確認され、その後市内の別の農場でも感染が発覚しました。佐賀県によりますと1万頭を飼育する農場では今朝までにおよそ8500頭の殺処分を終えたということです。また九州での豚熱の発生を受け、農林水産省は昨日対策会議を開催し、九州全県を豚熱のワクチン接種推奨地域に指定しました。これを受け福岡県や佐賀県はワクチン接種に向けた計画を策定し、打ち手となる農場の管理者への研修を行うなど感染拡大防止に向けた対策を進めています。